それでは始めさせていただきます。えー、皆様、こんにちは、えー。テックタッチ株式会社代表取締役のイムタと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、私たちがどのような形で日本の DX 支援させていただいているかについてプレゼンをさせていただきます。近年ですね、 デジタルトランスフォーメーションの名のもとに、多くの企業において、ここに挙げているような最新のシステムを導入して、これまでのオペレーションを大きく変えていくような動き、こちらが極めて盛んになっています。DX 文脈でよく語られるような、これまでに紙でやっていた作業を電子化することによる業務効率化、あるいは各種データを経営判断に生かしていくようなデータドリブン経営、 まこういった DX の本丸と呼べるような領域では、ここに記載しているようなシステムの活用というのが欠かせません。これらの最新のシステムは、しっかりと活用できれば、極めてパワフルだというふうに思っています。一方でですね、そうしたオペレーションを実行する立場の 現場の従業員の方からすると、システム操作を使った現場オペレーションというのが極めて複雑化してしまっていて、多くの負担がのしかかっているという状況だと思っています。ここにさらにですね、日本特有の事情として、従業員の方々の高齢化という要素も加わってきます。結果として、システムをうまく使いこなせる人とうまく使いこなせない人というのは出てきてしまっていて、システム利活用、 会社として全体として見るとうまくいかないということがあります。DX のオペレーション変革というのは一人が一人でもですね、ついてこれない人がいると全体が意味をなさなくなってしまうことが多いです。なぜこのようなことが起きているのでしょうか。私たちが独自に取った調査からは、ここに書いてあるようなコメントを多くいただいています。システムは UI が複雑で、なかなか直感的に操作ができなかったりとか。 あるいは、まあ、システム用語が普段社内で使っている用語とずれてしまっていて、えー、なかなかそこがわからないとか。あるいは、まあ、業務とシステムの連携関係がうまく理解できなくて理、えー、活用できない。まあ、おそらくですね、皆様自身に置き換えていただいても、まあ、一度はシステムが使いにくいなと言って、まあ、システム利用を断念された経験があるんじゃないかというふうに思っています。まあ、システムは残念ながらすべての人が同じように使えるわけではないんです。 こうしたですね課題を解決すべく、これまではシステム導入時にここに書いてあるような手法が使われてきました。いわゆるマニュアルと研修です。マニュアルはですね残念ながらでも何百ページに及ぶことがあって、すごくすごく作るの大変なんですけども、あの誰も読みたくないというところがあると思っています。まあ、研修は受けても、ですね実際にシステム操作する頃には、あれどうやって,や,ってやるんだっけだっていうのを忘れてしまったりということが。 あると思っています、まあ、どちらもですねあの欠点があって、えー、これまであんまり有効に機能しているとは言えません PC がビジネスに登場するようになってから、まあ、30年以上経つと思うんですけれども全くその間イノベーションがなくて、まあ、こういったあの負の状況というのが続いてきました私たちテックタッチはですね、まあそうした状況を打破する革命的な答えを提供しています 私たちの技術を使うと、お使いのシステムの上にですね、上っかぶせするようなイメージで、まあ、直接ナビゲーションを表示することができます、まあ。あたかもですね、システム画面の中に人がいて、手取り足取り、次に何をするべきか教えてくれます。まあ、この技術を使うことで、まあ、絶対にどんなリテラシーの方であっても、まあ、全員が必要なオペレーションであったり、まあ、システム操作というのをこなしていくことができるようになります。 私たちの製品が優れているところは、これを実装するのがとても簡単で、システム自体ですね、の開発とか回収作業というのが一切不要なこと。また、えっと、ブラウザーソフトですね、Chrome とか IE とか Edge、まあ、こういったものに私たちのアプリケーションをインストールするだけで、す、ま、べ、あ、てのシステム、ウェブページに対して対応することができるという点になります。このナビゲーション、誰でも簡単にノーコードで作成をしていただくことができます。お客様の 現場で使っているシステム操作をしている現場の従業員の方が、えー、自分たちが必要な操作というのをナビゲーションとして記憶させることが可能になっています。では、デモンストレーション動画ご覧いただければと思います。まずはですね、先ほどノーコードで作れると申し上げました、えー、ガイダンスの作成画面ですね、設置画面をご覧いただければと思っています。えっとですね。 はい、えー、とこちらがですね、ガイドの作成画面です,すいません、ちょっとあのシステムのページをお借りすることが難しかったので、えー、と私たちの、えー、とホームページの上であのガイドを作るところを少しあのご覧いただければと思っています。えー、とこのの画面ですね右側に作成用のバーがあって でまあ、その中にですね、フローチャートのようなイメージで、まあ、エンドユーザーさんですね、システムを操作する方に対して、案内したい操作手順というのを書いていくようなイメージになってきます。ちょっと何ステップか見てみたいと思っています。はい。このプラスというところを押していただくと、メニューが出てきて、 吹き出しというのが一番ガイダンスの中でよく使われる機能にはなりますけれども、これを選択すると、画面上のどこに対して吹き出しを当てるのかというのを選んでいただく画面になって、そこでクリックをすると吹き出しができてきます。で、その中にどういったテキストでユーザーに案内するかというのを、まあ、デフォルトのこのクリックしてくださいというのをそのまま使っていただいてもいいですし、あるいはこのような形で資料請求のボタンをとか。 そのまま画面の上で操作をしていただくことができます。で、確定としていただくと、一つ目のステップができました。はい。えー、続いてですね、もう一回、吹き出しというのをクリックしていただいて、じゃあ次は。 テキストの入力画面ですね、そこを選択して、えーと、吹き出しができてきますので、じゃあそこに対してはどういう入力をしてくださいというものを、えー、ちゃんとここでこう株式会社までみたいな形で、えー、と入力していただきながら、ユーザーに伝えたい操作手順とか入力手順というのを、えー、書いていくようなイメージになります。なんであので、今見ていただいて分かるとおり、まあ、どなたでも簡単に作っていただくことができるものになっています。 続いてですね、今設置したガイドというのを、じゃあエンドユーザーの方からすると、どういうふうに見えるのかというのをご覧いただければと思っています。ガイダンスを起動しますと。 このような形ですね。先ほど作ったガイドが、まあ、そのまま、えー、お使いのシステムの上に上っかぶせのようなイメージで、えー、出てきます。なんで、ユーザーさんからすると、今も完全にここだけハイライトされているので、何も考えずにですね、あ、次はここをクリックすればいいんだな。あるいは、 あここを入力すればいいのな。その時の入力で気をつけなきゃいけないことは、ここなんだと。まあ、余計なマインドシェアとかっていうのをですね、取られずに自分がやるべきことっていうのをシンプルに伝えてあげることができるというものになっています。はい。ここを使っていただくことで、えっと、必ずですね、繰り返しになりますけれども、どんなリテラシーの方であっても、必要なオペレーションの最終段階まで送り届けることができるというところになります。ではですね、えっと、実際の 私たちのソリューションを使った課題解決の事例、こちらについてご案内をさせていただきます。まず1例目がですね、トヨタ自動車様になります。トヨタ自動車様においては、調達システムを導入される際に私たちのソリューションというのをご利用いただきました。 えー、当初ですね、あすみません、えーと、調達システムというのは、あのーまあ、工場の現場の方が備品などを発注するようなシステムになっています。で、えー、とこのシステムですね、当初あの、テストユーザーにパイロット導入したときには、まあ、なかなかこれ、使いこなせる気がしないなと言われてしまったんですけれども、えー、とその後にですね、私たちの操作ナビゲーションをつけて、えー ユーザーの方同じユーザーの方にあのご覧いただいたところ、まあ、これだったら使えるねというあの非常にありがたいコメントをいただきました。私たちの製品がなければ、そもそもこのシステム導入プロジェクト全体が頓挫していたかもしれません。導入後ですね、ここに書いてあるように、まあ、操作であったりとか入力の時間というのも3分の1に抑えることができておりまして、生産性にも大きく寄与しているというふうに自負しております。 次にですね、ジェンダー、ギゴエンターテインメント様の事例をご案内します。全国200拠点のアミューズメント施設を運営されているおられる会社様ですが、こちらの機関システムの刷新導入時にもテックタッチをご利用いただきました。ユーザーさんからのコメントをご紹介します。マニュアルや研修をなくし、短期間で利用できるようになったということで、えー、非常にありがたいコメントをいただいております。アンケートでも実に 80%のユーザーの方がスムーズにシステムを利用できたよという形でご回答をいただきました。現在ですね、サービスインしてから3年間で導入実績として、まあ、本当にこう日本を代表するような大企業の方々を中心に、100社以上ご支援をさせていただいています。まあ、マニュアルに代わるシステム利活用のインフラとして、あるいは DX のラストワンマイル、こちらを実現する切り札として、この ここに掲載させていただいている企業様のうち、かなりの割合が、テックタッチを複数のシステムに導入をいただいております。 またですねちょっと現時点ではあの公開できる情報が残念ながらないのですが公共機関様省庁様自治体様でもすでに複数の導入をいただいています自治体様からも、まあ、自分たちのホームページとか住民向けのサービスこちらを改善したいという声を非常に多くいただいていますここから数年でですねどんどんと皆様の周りに私たちのナビゲーションが届くというふうに思っています地方の方も含めて日本全体の DX 推進を加速したいと思います えっと、最後にというところでですね、少しあの私たちが目指す世界についてお伝えできればと思っています。私たちはナビゲーションを通じて誰でも簡単に複雑なシステムを使いこなすことができるという世界観を目指しています。そのためには、システムを運用する管理者の方、 とシステムを利用するユーザーの方こちらが一体となってシステムのユーザビリティの改善活動に取り組む必要がありますまあ現場の方が問題に気づいて改善できるような世界を目指すためにまシステムの活用度合いの可視化ですね分析というふうにここで書かせていただいているものであったりとかユーザーのフィードバックをもらうためのアンケート機能などを 実装しました。まこれらの機能を使いながらフィードバックの改善ループを作り出すことで、ま日本の DX を現場主導でボトムアップに支えていくことができるものというふうに信じております。はい、以上ノーコードのガイドナビゲーションツールのテックタッチでございました。ご清聴誠にありがとうございました。